あなたは愛する我が子が日本人として生まれたことを心から誇りに思えるように、祖国日本について胸を張って語ることができるだろうか。また子供だけでなく、日本のことをよく知らない外国人に日本について聞かれたとき、どれだけ自信を持って語ることができるだろうか。はい、皆さんいかがでしょうか。私もですね、日本人って生まれて、海外の人たちに日本のことを教えてって言われたときに、何を教えよう、何を伝えたらいいんだろうかって迷ったんですよ。で、まず日本の国旗、なぜ日の丸なの、日見がよってどういう意味があるのって、そこを説明できませんでした。で、それでやっぱり日本人である以上、この日本のことを私たちがまず理解することが大事だろうと思って、この神道というものにですね、研究を始めたんですね。で、その中で、世界で一番長く続いている国、これ日本です。これ皆さん知ってた人、やっぱり知らなかった人、いますね。これギネスブックに載ってます。日本なんです。なんとですね、2月11日、建国記念の日でありますね。これは、2675年前に、初代神武天皇が即位した日です。つまり神話の中の話が今、祭日として我々はいただいているんです。こんな国は世界に一つもありません。この国ですね。そして、今の天皇は125代です。しかも一度も滅びたことがないんです。つまりそこには何か理由があるのじゃないの？一度も滅ばなかった。例えば皆さんは会社をね、経営されてたり、会社に勤めてたり、一度も倒産したことがない。100年続いてないでしょ、めった。それがなんと2675年続いてるんですね。で、2番目に長く続いてる国、これデンマークで1000年です。半分以下です。そして3番目、これがですね、イギリスで約900年です。ほとんどの国は200年から300年で滅びてます。はい。つまり、今我々は欧米に見習ってやってるんです。このまま欧米に見習ってやったらどうなるかってことですね。はい。で、中国。3000年、4000年の歴史と言いますけど、実は中国はですね、たった66年です。しかも共和国ですね。いろんな国が一つになっている共和国です。はい。で、中国はですね、清というのがあったんですね、王族が。で、これを滅ぼして中華人民共和国を作りました。これを何というか、衛星革命と言います。衛星革命というのは前の王を倒して新しい王を国が作ると。こういうことですね。争うことによって国を作っているんです。中国は。じゃあ、日本はどうなの？どうやってできたのか？いつの間にかできました。でしょ？で、古事記のですね、中に国譲りってあります。これはアマテラス大神がですね、大国主の御事、出雲大社の祭神ですね。これにですね、国を譲りなさいと。こんな話です。そこに頼まれ、使者と言ったのが竹三日月の神という。この神様はですね、武神と言われて、いわゆる戦に優れた神様です。戦に優れたこの神様はなんと武力を使わなかったんです。どうしたか？話し合い、交渉しました。どんな交渉をしたかというと、こんな交渉ですね。何時うしやくこの国は、我が御子の白須国ぞと、アマテラスが仰せであると。この、牛白というのはどういう意味か？牛って主人です。白とはですね、立ちを腰で白と書きます。はい。当時の出雲はですね、争いが絶えなかったんです。はい。そして権力によってこの国を治めることであり、その力は、出雲を治める大国主御事に集中すると。で、集中することにつながる。つまり争うことによって国を治めていた。南十主役とは大国主が支配し、集中する国のことを言う。つまり争って作った国は必ず独裁国家になるということです。これはですね、実は大国主の御事っていうのは争うことを嫌う神様だったんですね。そして、こう言われたんですね。シラスの国ぞと。これどういうことかというと、シラスとはシラスという意味です。これ、情報を交換し、互いのに知恵を絞り、みんなで力を合わせてこの国を作る。
また慈愛に満ちた心でこの国を治めるというもの。つまり民衆が主人公で民衆のための国づくりを示した。つまりアマテラス大神は民衆のために慈愛を持ってこの国を作ると。争いによって奪うじゃないんです。慈愛によってこの国を作るって言ったんですね。そしてこの国を考え、この考えを引き継いでいるのが、なんと、天皇陛下です。はい。で、これがですね、神の道。神の意志。これを何て言うかというと、神道と言うんです。そして神道は、仏教、儒教、この三つをもって、日本というふうに言われています。そしてその一つのある儒教です。この儒教はですね、中国から学んだんですね。中国から。で、いわゆるこれにですね、徳目の序列というのがあります。皆さんはですね、徳って順番があるって知ってますか？はい。中国では仁義礼智信という言葉です。仁義礼智信。これをですね、一番下に信がありますね。これなぜかというと、中国は性善説や性悪説です。人は騙すものを疑って書かないと。だから一番最後になります。そして、礼よりも義が上です。つまり、感謝や恩恵よりも正義、自分が正しいと思ったら、恩を受けた親でも兄弟でも殺します。そして何が起こるかというと、国が滅びるんですね。これを益政革命と言います。今日ですね、たまたま孔子の栄養を見てたんですけれども、孔子の中でこんなこと言ってました。下のものは上のものを見習うと。そして上のものを見習って、国を正義によって倒した上のものを下のものが見習って、感謝や恩恵、尊敬の念を表さない。つまりここですね。常に国が滅びるというこのスパイラルに入っているんです。はい。これが中国です。で、これをですね、日本はどうしたかっていうと、この徳目の序列を変更してます。最初に仁、次にですね、礼です。次に信、義、智という順番に置き換えてます。これ、簡易十二回と言います。これに徳がつきますね。これを大小に分けて簡易十二回。これがですね、聖徳太子が作ったことです。で、これを分かりやすく言うと、一番下に智があるんです。人はですね、まず学ぶことから始めますね。勉強することから。で、勉強すると、行動をとって、そして、自分が正しい。行動をとって成果が生まれると人は自分が正しいと言います。今世の中で行われてますよね。自分に能力がついて、スキルがついて、行動して結果を出せば自分が正しいと。そして正しい人同士喧嘩をします。そして仲裁に入るときにお互い正しいと言うんです。さあそういうとき皆さんは何と言って正しますか？実はですね、この上に真があるんです。おい、思い出した。まだお前たち下から2番目義だぞと。自分が正しいそのレベルでまだ争っていると。ところでお前たちその上に信があるけど信頼関係で言っているのか。信頼関係というのは片一方だけじゃダメなんですね。両方が歩み寄らなければ信頼関係ってできません。そして信頼が厚い人は礼儀、正しい人、人に感謝したり尊敬できる人に信頼が集まります。そしてその上に仁です。それは尊敬される人。世のため、人のために人事を尽くせる人、これを仁と言います。そして次に徳。実はですね、徳、上にないんです。どこにあるかというと、仁、礼、信、義、智。その上ではありません。徳はですね、これらすべてを持ち合わせた人のことを徳と言うんです。つまり、頂点ではなく、中心にあります。中心。頂点と中心って違うんですね。どんな風に違うかというと、例えば天皇陛下、この国の頂点ではありません。中心です。神社、伊勢神宮、頂点ではありません。中心です。では、皆様の社長や親、どうでしょう？どこにいますかってことです。人の上に立って、人の上から物を言ってるか、同じ目線で物を言うか。同じ目線で物を言うってことは中心にいるってことなの。はい。これ、和をもって尊しとなすというですね。これ、有名な言葉です。聖徳太子が言った第1条、17条憲法第1条です。これがですね、みんなで仲良くしなさいというふうに思われがちですけど、実はそうじゃないんですね。これ、こんなふうに書いてます。人には聖人も愚人もなく、共に凡人に過ぎない。この世には完全無欠の人間などどこでも存在しない。
だから意見が食い違うのは当たり前。より良いものを作るには道理に合った議論が必要である。つまり和をもって尊しとなすというのは、和らぐ環境を作ってむしろ議論をしなさいってことなんです。だからこれを知るとですね、山本太郎、ちょっとまあ保有名称は出したくないんですけど、山本太郎がですね、天皇陛下に直訴しましたね。彼は原発がなくなればこの日本は良くなると思ってるんです。心が彼がやった行為は日本の根底に合う和らぐ環境を崩しましたでしょ。原発をなくしてやるというのは主人公がいます。誰が、俺がとなります。ところがなくなる環境を作る主人公いませんね。だからなる状態を作ってことが非常に大事なんですね。さらにですね、党派派閥などこだわりは排除すべきというふうに言ってます。これにですね、およそ人は指針があれば必ず自体に恨みの感情が生まれる、恨みがあれば心から調和、強調できない、協調できなければ結局私的な事情で公務を遂行を妨げるというふうに書いてるんですね。はい。で、ここですね、日本は大体こういうスタイル、中国はこんな感じです。中国は頂点を作るんですね。はい。さらにですね、中国の場合、ここの徳は国民に押し付けます。そして王はここでふんぞり返ります。ほとんどそうでしょう。独裁国家ってこんな感じじゃないですか。贅沢三昧、国民だけが徳を押し付けられる。ね、そして国民が怒って、新たな国王が誕生する。これを歴政革命と言います。じゃあ日本はどうかっていうと、日本はですね、天皇自ら中心にいます。はい。そして、初代、ですね、神武天皇はこんなこと言ってるんですね。これ最後になりますけれども。自分が正しい道を行って、その心を広げてこの国を守りたいと言ってます。つまり何を言いたいか。正しいことを押し付けるじゃないんです。正しいことを押し付けて国を作っていくじゃないんです。正しいってことは人それぞれですね。自分が正しいってこと。自分が正しいと思ったらそれをやりなさい。そしてその心を広げてこの国を守りましょうと、神武天皇は言ってます。はい。これをですね、今の天皇陛下、自らずっとやり続けてるんですね。はい。戦争、第二次世界大戦で終戦、日本が敗戦して、そしてマッカーサーのもとにですね、昭和天皇が言って、何と言ったか、すべての罪は私にある。だから民を飢えさせるようなことだけはしないでくれと。すべて私が受けます。ってことを言ってるんです。ここですね。で、今日ですね、ちょっと、このですね、このことに対して、DVD の中で紹介してます。その DVD で曲を提供いただいたカランさん、ビオラの演奏がありますので、それをですね、ご覧になってください。